はい、ケニアの国立公園からですね、ライオン2頭が逃げ出して、ケニアの首都がパニックになっているという記事が出てましたね。怖いですよね。だってライオンがね、で、メディアによるとですね、最多で6頭逃げ出した可能性があると言うんですけども、いやーちょっとこれは本当恐ろしいですよ。言ってみればね、ライオンだけにこのニュース、国内をすぐに席巻したでしょうね。でも実際、ライオンに出くわしちゃったらもう何も考えられないですよね。もうライオンだけに思考がなくなっちゃいますよね。もう逃げるしかないですから、もうどんなね、おじいちゃんでももう逃げ出すでしょうね。うん、祖父ランってね。ねずっちです。ちょっと強引だったですが、また。